阪急バス福尾台営業所は大阪府池田市伏尾台5丁目にある阪急バスの営業所。最寄りの停留所は福尾台4丁目。阪急宝塚本線の池田駅から池田市北部の福尾台及びふもとにある旧安寺までを結ぶ路線が主なエリア。もともとは池田市北部、美濃市北部及び豊野郡豊野町を管轄する営業所で、 石橋営業所から福岡大台線、東、野瀬線を移管される形で1980年6月23日に開設された。この経緯から石橋営業所との結びつきが強かったが、1997年12月22日の茨城、豊野の各営業所と同時に行われたダイヤ改正により、東、野瀬線の一部が豊野営業所へ移管されてからは、むしろ、 これらとの関連が強まり、現在に至る。2000年12月9日からは、運行管理業務を子会社の阪急電園バスに委託していたが、2019年7月1日に同社が阪急バスに吸収合併されてからは、再び阪急バス直営の営業所となった。同営業所のメインとなる路線。いずれの系統も、池田駅付近にある校舎線用の境町停留場通る。 ただし、朝ラッシュ時やガンガラ火祭りが開催されている間は、通過し、該当する便では、直行と称する。福岡大方面原稿の系統体制は2019年7月13日から。池田の西乗り場から国道173号、国道423号を走行し、阪急不動産が造成した、住宅地、阪急池田福岡大へと向かう路線。 1979年4月13日より運行開始。池田の市街地、福尾大住宅地間の輸送のほか、不使大台内にある大阪府立池田北高等学校や池田市立細郷学園への通学輸送も担っているため、現在も終日にわたり運行本数は多い。1997年12月22日の改正より、 主に昼間の福岡域の一部と旧安寺域を統合する形で運行本数が増え、同時に私立池田病院まで延伸された。また、1999年11月11日の改正からは深夜バスの運行も開始。2011年12月10日の改正では、経路や系統番号の変更が実施され、運行本数も池田不使用大間では、 約10分間隔から約12分間隔に減便された。さらに、この改正からは、池田、福尾大循環池田という循環運行が基本となった。2016年2月15日の改正では、一部の停留所間の所要時分の調整と、平日朝夕ラッシュ時の減便が実施された。同時に、埼玉中学校前の停留所名が、細子学園前に変更された。 2016年8月1日、福岡大セラージュ前、北中央公園前各停留所の新設に伴う一部便の発車時刻変更が実施された。2016年12月15日の改正では、一部便の福岡用台内の停留所の発車時刻変更が実施されたほか、私立池田病院発着の新系統として13、134.138系統が新設された。 この系統は、不使用台内を4丁目センター5丁目の順に経由する従来の循環系統の逆回り系統。病院行きは134系統、福岡行きは138系統として、日中時間帯の935系統を置き換える形で運行された。この系統の新設に伴い、細子学園前、福岡5丁目の各停留所反対側に、 この新系統専用の乗り場が設置された。2017年4月6日、平日朝夕の時間帯に通学向けとして運行されていた932系統の臨時便の運行休止に伴うダイヤの調整が実施された。これは、翌2018年3月末で並行になった大阪府立池田北高等学校の生徒数の減少によるもの。 2017年11月1日の改正では、循環系統のうち、福岡4丁目センター5丁目の順で経由する便の時間帯が、ユーラッシュ時以降にも拡大されたほか、132系統の日中の一部便が、池田発着から JR 川西池田発着へ延長された。池田、川西間の一般路線の復活は、 杉ぎ線の同区間を経由する便は2002年3月24日の改正で廃止になって以来約15年半ぶりのことである。このほか、平日早朝時間帯の福岡大周発池田行きの循環ルートを5丁目センター4丁目に統一されたほか、朝ラッシュ時の私立池田病院行きの増便も実施された。土休日も含めた全体の本数は この改正でも若干ながら厳便されている。2018年4月5日、北中央公園前停留所の細子学園前、方面乗り場の新設に伴うダイヤの変更と、平日17時台の池田発福を第一の一便増便が実施された。2019年7月13日の改正では、平日はさら主事に運行される池田。 福岡第4丁目センター5丁目止まりの系統を5丁目センター4丁目池田方面の循環系統に変更同時間帯の福岡第発市立池田病院行きの一便減便が実施されたまた日中時間帯に運行される134系統の一部便が、池田市内線直通系統に変更となった市内線内は市立池田病院市も渋谷付属池田小学校前引く 小縁口文化会館前半球石橋北口、井口道池田方面という下渋谷系統と同じルートで運行。福尾台文化会館前までは4系統として、文化会館前石橋、福尾台方面は138系統として、それぞれの従来の系統を延長運転する形で運行される。池田、福尾台間の日中の運行本数は約15分間隔に減便された。 現在運行されている系統は以下の通り。与野、牧方面池田から国道173号、国道423号を走行し、池田市北部にある旧安寺を経て、美濃市北部の戸泥地区やと与野郡と与野町とを結ぶ路線。古くは大正末期に創業した民営の池田の蝉を権自動車によって運行されていた。現在は、 京都府亀岡市との府境付近にある、牧で、あまりの型面へ折り返しているが、当初は亀岡市に越境した先の関西カントリーまで足を伸ばしていた。1997年12月22日の改正で、関西カントリーへの乗り入れは廃止となり、系統番号が付けられた。なお、牧停留所から亀岡方面に10分ほど歩くと、亀岡市、ふるさとバスの 新地停留所がある。接続は特に考慮されていないので、乗り継ぐ際は注意が必要。JR 川西池田、川西の瀬口駅及びひばりが丘花屋敷駅から北進市、万願寺やあたご玄ゴルフ場へと向かう路線。ひばりが丘花屋敷駅あたご玄ゴルフ場間の運行がメインで、日中は30分間隔の運行。2009年11月1日の改正で、 二時間間隔だった川西バスターミナル発着を JR 川西池田発着に変更し本数も倍の一時間間隔に増やした。当初は石橋営業所が運行を担当していたが1998年の改編時に伊丹営業所へ移管され2017年11月1日の改正で東営業所に再移管された。また、 1928から1932年には、この万願寺線と、ほぼ同経路で日本初のトロリーバス、日本無機動電車が走っていた。現在は、以下の3ルートが、すべて150系統として運行されている。兵庫県西宮市の、西宮恵比寿こと西宮神社で、毎年1月10日前後に行われる例祭、東海日恵比寿。 えの参拝客向けの臨時路線の一つ。2010年から川西バスターミナル発着分を担当している。2013年以降は運行されていない。行き先表示板では、臨時川西バスターミナル、臨時西宮エビスと表記される。他の西宮エビス系統の路線とは異なり、中間の各停留所の発車予定時刻も、告示されている。川西バスターミナル、北村間は、 兵庫県道13号天ヶ崎池田線、北村博多間は国道171号を経由する。全線通し、乗車で約60分、運賃は250円となる。東、野瀬線は初乗り220円及び二240円の区間性運賃、万願寺線は220円均一である。ピーク時には26台を要していたが、 1997年12月22日の改正で担当路線の一部が豊の営業所に関されたため、6台が同社に転出した。2020年6月現在は18台が在籍し、営業所としては柱本営業所に次いで小規模である。開設以来、長らく三菱不創性の大型車の配置が続いていたが、 近年の新車は、日野製のノンステップ車が多く投入され、三菱車は数を減らしている。池田市内に圧縮天然ガスの充填場所がある。ことから、日産ディーゼル製の CNG バスが1台、配置されている。また、伊丹営業所からも、日産製の大型車が数台転入している。ありがとうございます。